お酒が飲みてえ。わがまますごい。ブラキュラさんの歯が抜けそうですけど。冷たい。冷たい。ちょっと見たい。こんにちは。こんにちは。今日は宮崎県日向市にあります日向サンパークオートキャンプ場にやってきました。今日すごい曇りの予報だったんですけど、めちゃくちゃ今晴れております。暑いぐらいです。最初長袖着てたからさ、暑いんじゃないよって半袖にしてもらって大正解だったでしょ、やっぱり。うん。もう半袖着てたのは正解だった。でしょ？そういうことになるよって言いながら来たら、本当にその通り、めっちゃ暑い。うん。まあ以前来たことのあるキャンプ場なんですけど、まあ後でゆっくりお話ししますが、今日はシダカ湖に行く予定だったのが行けなくなってしまいましたので、もうめちゃくちゃ私が探しまくってナップで、ね、ネット上で見つけたのがここだったのでここにしました、はい。まあここもね、前回来てよかったので価格サイトでね、ゆったりできると思うし楽しんでいきたいと思う。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いい加減ワークマンに行かないと。じゃあこっち。ああ。影終わって30分ぐらい経つんですけど、だいぶ設営が慣れて早くなりましたね。めっちゃ早くなって、もう風のように設営をしました、ね、これのようだね。でも一瞬でね、ふって吹いたかのようにね、シュンってねいや、シュンなぜ白川湖に行けなかったかをお話ししてもらいます。台風14号の影響がひどくて、 E サイトと J サイトの方が被害、一体どういう被害かまではちょっと詳しく調べてないんですけど、湖から本当にすぐそばのサイトだから、おそらく浸水とかなのかなと思って、7日に連絡が来て、でそのキャンセルするか他のサイトに変更するかってことだったから、他のサイトないかなって調べたら1個も空いてなくて、当日に空いてれば入れるキャンプ場だから、時間とね労力を使って行って一か八か行くのもありだったけど、ここまでするよりかはまたうまく整った後に自分たちの泊まりたかったサイトで泊まれたらいいなと思いがあったので、今回はキャンセルして、次行く時は平日とかゆっくりできる日に2泊したいかなと思ってます、いや料金もめっちゃ安いし、近くに温泉もあるし、なんてだって九州が少ない湖のご飯のキャンプ場だし、あそこで初の2泊ができるって考えるとめっちゃ楽しみだったんですけど、まあでも絶対リベンジはします、まあ今回のキャンプ場も設備はすごくいいとこなので、本当になんか穴場っぽい気がしてる勝手に、これ食べ終わったらちょっとキャンプ場内っていうかこの施設内結構広いので散策したいと思います。この感じ初めてじゃん。宮崎でおなじみのみなのジュース333A。そう、3A は宮崎の味方 3A です。日向夏しかないよね。ここのヨーグルペとか持ってる。日向夏しかないよね。日向夏しかないね。まあなんとドッグランができてました。1年越しに来た。許可証をちゃんと持って入んなきゃいけないんだ。受付してからってこと。ちょっと囲まれているね。But all my eyes can see is you. I'm just waiting for the moment to make my move. I hope they play my song soon. But for now, I will be waiting. 大人の利用は禁止します。I just wanna dance with you. There's nothing in the world I'd rather do. そして太平洋。太平洋。じゃあ日本海側行ったら日本海。和のかなのか。あ、違うっていう。穏やかなのかな。変に受け付けてた。綺麗ね。綺麗に。めっちゃ綺麗、このね、薄い空が綺麗なんだ。でもこう。I just wanna dance with you, and there's nothing in the world. I just wanna dance with you, and there's nothing in the world I'd rather do. Maybe someday you'll feel it too.Start to move. I just wanna dance with you. Yeah, I just wanna dance with you. はい、いってらっしゃい。キャンプ場の方に戻ってきました。楽しかったね。楽しかったね。今日は楽しかったね。楽しかったね。こんなデートちょっと嫌だけどね。いい大人がただ遊具で遊んで絶景見てて、めっちゃ絶景だったよ。うん、太平洋がずっとバーって見えて、すごい綺麗だったの。今日は青かったよね、めっちゃね。綺麗だった。うん、ちょっと距離はありますけど、いい運動だし、海がね、見てちょっと落ち着きたい方は行かれたらいいと思います。キャンプ場からは残念ながらね、見えないから、うん、ちょっと行ってみようって方は行ってみたらいいと思う。遊具もね、綺麗になってて。新しいのですよ。新しくって、大人も楽しいと思えるような充実加減だから、きっと子供だったら相当楽しいだろうなって感じだったね。滑り台はマジで、結構スリルあって楽しかったです。一回だけ乗りました。恥ずかしかったし。まあ、よくないかもしれんけど。お子さん連れの方たちはぜひ来てください。はい。今からご飯を作って、ゆっくり夜を楽しみたいと思います。すげえ丈夫。上手じゃないか。丈夫。丈夫ずって。全然終わりじゃない。切れやすい。難しいねやっぱり。うん、ゼロに戻った。いろいろあるぞ。好きなようにチョイスして。こういう飾り付け俺苦手なんだよね。クリスマスは好きやったけど。ああ、重さに耐えられんかって。バランス取るの難しい。難しいよね。このお化け意外とね、つけるの難しいんだよ。意外とね、この存在感を出しつつ絡めていくのね。あー、ブー。ブー。点灯式を始めます。待って、早い。しかも。点灯式の。待って。待ってください。動きもあるのに。来るぞ。ねえ、ちょっと気が早い。いくよ。どうぞ。まだ明るいからそんなにわからない。マジックみたいにある。わかった。素晴らしいね。ああ、めっちゃここに集結させちゃってるけど、食べるとき大丈夫。食べるときはずらします。あ、そう。前方に。プチハロウィンやね。こいつはお気に入り。ちゃんとゆらゆらするんだよ。全部100均商品。はい、ウィンガーディアン。レビオスター。ストップ。危ない。あなたのは発音も違うわ。あなたの。ウィンガーディアンレビオスターって普通に最初。ウィンガーディアンレビオスター。待って、危ないわ。それに、あなたのは発音も違うわ。ウィンガーディアンレビオスター。あなたのはウィンガーディアンレビオスターよ。ウィンガーディアンレビオスター。エクスペクトパトロナム。今泣いたと、あと角。日が陰ると冷える。ね、昼間は暑かったけどね。うん、今日はハロウィンキャンプ飯リベンジ編です。去年は力を入れすぎて。もうくったくたになった覚えがありますので、今日は手を抜いてやっていきたいと思います。すでに遊び疲れてもなんかチーンって感じなんですが、とりあえずかぼちゃをやっていきます。今日作るのはかぼちゃのミートパイ、かぼちゃミートパイ、はい、と普通になんかサラダ、適当サラダ、はい、適当サラダ、はい、とさらにこれを使ってミイラウインナーを作っていきます。あと道の駅で買ったお肉を買ったので、これをサラダにのっけてもいいんじゃないとか思って。そうやね。でもサラダ言ってもね、でもお肉は肉だけで食いたい。そう、これだけしかなくってさ、最近なんか野菜、葉物類がやっぱ高くてね、ミートソースにただかぼちゃを入れてミートソース作るだけだから、うん、で型抜き持ってきたんだよ。だからサラダにそれ蒸したやつ入れてもいいと思ったけど、もういらない？いらないの？せっかく蒸す用のやつまで出したのにいらないの？型抜きやろ？型抜きしようと思ったのにいらないの？いらないね。買った。つらい。あっという間にかぼちゃを切り終えたよ。ガーディアンレビオーサ。あレビオーサ。あなたのはビンガーディアンレビオーサよ。いつまでやんの？あの場面好きなんやね。うん、好きなのはわかる。かわいいよね。チーズを型抜きしようかなと思って。ガラス。かぼちゃが蒸し終わったら、ミートソースをしようかね。これがミートソース入れるやつ。うん。ちっちゃめにして火の通りをよくしよう。それがいい。めちゃくちゃ人多いね。今日多い。前来た時こんなになかったよ。結構ガラガラだったよね。うん、まあでも空いててよかったね。そう、空いててよかった。もう諦めかけてたもんね。無料のところとかを探そうかとか、鹿児島まで行って、旅の湯っていう予約のいらない、行ってみたいキャンプ場に行こうか思ったけど、そこはすごい人気なとこって知ってたから、この3連休はさすがに厳しいんじゃないかと思って。めっちゃ早くに行くっていう考えもあったけどね、うん、なんかやめたんだよね。それはキャンセルの予約が来て、キャンプ場2人でね、ずっと携帯で探しながら、もうすごく悩まくって、ソファーでグダーってなってた。たくさん励ましの声をありがとうございました。なんかさ、その前日だったからね、1週間前とかだったらよかったんだけど、まさか前日でね、仕事終わりにだったから、めっちゃなんかもうショックすぎてさ。前々日だね。前々日。まあでもほんとキャンプはできてよかった。キャンプはしたかったからね。これで多分2週間ぐらいキャンプしないから寂しかっただろうけど、よかった。できて。マジでよかった。3連休が暇になりすぎるとね。ただ動画編集するだけで終わるだけ。やだ。なんかそれはそれで幸せではあるんだけど、ダラダラするのもさ、3日もダラダラはせんでいいかなって思う。なんか1日だらけてたらなんか結構もう満足度悪くない最近は。本当それはある。いいんじゃない？いいね。ミートソースに入れる用のじゃあもうここに置くわ。切るものないから。ホクや。食べたい。うん。無理だ。しっかり茹でられてるね。意外とホクホクじゃん。ホク系ね。こんぐらいホクホクしてた方が俺はいい。美味しいね。うん。で皮が硬いじゃん。なんで欲しがったのに嫌がるの？次は欲してたはずで。You can open up to me, show me what's inside. Mother Nature made us to intertwine. ああ、いけそうな気がするな。まあ正直ミートソース作る時も鍋の中でやるからね。うん。混ぜながらならいけそうだね。蒸したかぼちゃに加えて、ちょっとかぼちゃ感を出そうかなと。ああ、ティッシュ使い。便利なもの。おお、頭いい。そういうのに使うってあり。ありだね。腹減った。喉乾いた。そう。飲みてー。酒が飲みてー。わがまますごい。切った方がいいよね、やっぱり。切ろうか迷ったけど、やっぱ切った方がいいですよね。これを半分に切りましょう。で、真ん中にそんないっぱい乗せたらはみ出るからちょっとだけする。いや、閉まんなくなりそうな気がする。ああ、そっちまで誰もやっていいとは言ってないぞ。動かしたんだよ君が。これでかぶせて、おお、いいじゃん。フォーを使ったことのないフォークをフォーク入ってたんだってぐらいに入って見たことないよ。で、ああ、見るね、そういうの。なんかそれっぽい流れるようなラインを。あ、今回いい感じ。おお、え、美味しそうだね。いいじゃん。現時点でこんな感じ。美味しそう。切ってみましょう。お、美味しそう。乾杯するか。うん。血じゃないか飲めないですよね。ああ、トマトジュースなら大丈夫、うん。すごい歯が歪んでますけど。ですか。サワサワみたいです。ドラキュラさん、歯が抜けそうですけど、はい、代わりの時期でしょうか。そういう時期やっぱあるんですよね。金麦で乾杯します。もういいよそれ。ん？いいと？もういいです。気を取り直して乾杯。乾杯。冷たい。うまい。うまっ。冷たい。今日は野菜からじゃなくてもいいんですね。まだ高いよ。本当や。うまい。うまっ。いや、美味しいね。全然ビールとは合わないけど美味しいです。めちゃくちゃこれは。これはうまい。美味しいね。うん。これ成功でしょ。完璧や。美味しい。行くよ。はいはい飛んで飛んで飛んで